ローストビーフな。こんばんは。こんばんは。皆さん聞いてください。私は今さっき明日よろしくのアカウントのまま配信を始めてしまって、明日よろしくのアカウントでこんばんはってやってました。バカやん。本当にごめんなさい。だから急に切っちゃったから、明日の方見てた人はごめんなさい。確かに。では今日は久しぶりにご飯配信です。いただきます。わあ、やっぱお寿司食べたくなるねえ。またうわあ、お寿司の食べたいものをちょっと食べたらいい。だからゆずのさ、余ったの食べたらよかった。あ、確かにな。でも開けちゃったからもうダメですね。やっぱコロナって本当に大変。パプリカ、うまい。うん、うん、めちゃくちゃ美味しくないですか。うまっ。本当ですか、それは。え、美味しい美味しい、うん、私はチヂミが好きです。ゆずも大好き。奥からでかい。うん、明日公園行くんやけど、なんとかどこか行くんだ。韓国料理の定番のものは全部入ってんな、うん、マリンのとこか、シオンさんのとこか、明日で今でね、アイキのとこだったら、トミリ探します。超美味しい。ケイトちゃんのお宅が言ってたから、ね、ケイトごめんなさいね、ただ食べてるだけの映像で聞いて、今日はご飯を食べるタイミング見失って、朝ごはんから食べずに出てた。うん、え、出てきそうだ。だからあの本編ラストの君と出会って僕は変わったで、すごいお腹空いてました。あ、どうしよう、お腹空いたと思って吐けた。バイバイって言いながら、やば、うん、すごい初見さんがいらっしゃる。チキン、チキン、あ、やっぱりこう、これは美味しい。なんだっけこれ、キンパ。一口でこれを食べたいと思います。うん、いくね。辛い、辛い。そんな辛くなさそうだよ、色味は。これね、髪のツヤ分けてくださいって。今日は久しぶりにというか珍しくドストレートにしてみました。髪の毛が伸びまして、すごく。だからこの長さでできる、今までやったことない髪にしようと思って、そりゃしてくれてるやろ。してみた。ねえねえ、ん、なんかすごい雪が降ってる。すごいギフトじゃん。うん、カリンとこ降ってないもん。次は生誕でって言ってくださる。雪だって。ね。ストレートどうでしたか？あ、すごい、なんか私のとこにはね、これは何だ？フクロウが今ぶら下がってた。フクロウ？分からんけど。どうですか？韓国料理やから。マシッソ。好きやよ。言って、マシッソよって。マシッソよ。正解。なんてそれは。美味しい。美味しい、マシッソよ。マシマシケチ？マシっすよ。マシケチ。美味しいですか？クマさん来たよ。ありがとうございます。クマさん送ってくれた方はどなたでしょう？ちょっとすいませんね。揺れます。カリンちゃんだ。ありがとうございます。カリンちゃん。クリスマスクマ。初めて、今年初のクリスマスクマです。ありがとうございます。あ、雪降ってるわ。だろ、今来た。待って待って、え、誰誰になって今来るの。一回今誰と乗り移ってるの。だろ。ゆずです、今隣にいるのは。ゆずが急になんか寝た。
やろうとかでもないしな。関西弁とかやったらさ、なんとかやろうって言うじゃん。分かるけど、だろ。なんか混ざってないいろいろな。ごちゃごちゃ。野菜嫌いなんやけど。ドストレート。もうだからダメよそんな。ちゃ待ってびっくりするんだけど、麺だけ食べてちゃんと野菜だけ残してる。痛い痛い。今回土曜日ですよね。誰だ。ナナちゃんもありがとう。タワーを投げてくれた。クリスマスツリーですね。ありがとうツリー。さらに。あすごい、あ本当だ。雪ギフトがあるよやっぱり。あそういうこと。うん、えこれ誰投げてくれたの。私がさっきフクロウって言ったの全然フクロウじゃなかった。クマだった。クマがさ、クマがさリボンにこつられてるやつだった。どういう間違いなの。ごめんなさい。さらちゃんありがとう。みんなくれてるのにありがとうございます。かわいい裏のこの子、うん、感謝感謝感激雨嵐感謝感想です。あ出た。使うなよ。あやっほー。ゆいなの食べ方の真似します。あよくされた。ゆずもしたい。おあ雪降ってる。どう似てますか。ゆずもするな。でもマリンが一番うまいんで。見たい。こんな見せてもらおう。鼻から汽車が吹いてるみたいです、うん、どうはーって止まろ。いやなんか気をつけて。気をつけてそんな寒そうな格好して。雪が似合う。ありがとうございます。雪やこんこん。あらねやこんこん。父ちゃんの周りにそれでも渋滞渋滞してます。重たいしてきた。食べるの早いな。早い。好きなもの食べるの早い。うん。こっちの方が美味しくない？キンパ？うん、美味しい。え？何？これのキンパなんなんそれ？なんでどれ？見てください私のキンパ。いじめやん。これねこれ。絶対一番好きなんすごいんだよ。横から見たらすごいんだよ。見てこれ。飛び出てる。見て弁当から飛び出てんだから見て。平行線で見てみて。すごいから。そう一番端っこです。タワーをありがとうございます。はい、はい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 。そう。どんな言っても聞こえない。チカトイは下手くそなんよ。いい匂いしますね。そうよ食べてるから。どれだろう。ちょっとごめんなさいね。クマタワー。あなるほどね。10連のやつですかこれ。ゆうかちゃん、ありがとう。りょうたろうくんもありがとう。合ってますか。ちょっと見逃してたら教えてくださいね。セリさんありがとうございます。夕飯です。おさめのセリちゃん。あタワーだ。本当だ。えクリスマスタワーみたいになってるわ。ありがとうございます。タワーセリちゃんありがとう。そうですね12月初ショールームですもんね。そっか。だからいろいろ変わってるんだねやっぱり。何グラっていつまで。まだまだ。あれまだまだまだいける。もうまだまだ今日は考えた、ね、今日は考えないわよ ね皆さんゆっくりご飯食べさせてください。今日はまた今度真剣に考えます。何色だと思いますか。ベタンキーお腹いっぱいやな。アウト結構あれですよ。かわいいその歌ずっと見てるよな。あそう洗おい洗ってるわ。クリーニング出しとるわ、ね、このズボンずっと入ったの気づいてる。ライブに会うの時がえパジャマやね。マジずっと置きっぱなの劇場に。違うもう毎日履いてんのパジャマやねこれ。やばズボン一番やばい。しかも自分から言ってくれるんだそれこれはねあのこういうレッスンの時にしか着ないアウターです。洗ってないけど洗ってるよどこのかなちょっとあれですわからないです。ライブリハってちょうど1ヶ月前ですね。ほんでそうかな
1ヶ月以上入ってるわ。これ美味しいわ、キンパ。この食感がいいんですよね。たくあん美味しい。うん、のてるの韓国料理で、うん、もうお腹いっぱいなんやけど、うん、結構量多いからね、うん、おにぎり6つあんもんの。リーダーロン最高だった。本当にもう最後にゆいはんさんとお話できて本当に嬉しかったです。羨ましい。ん、かぶってるゆいはんさんと、うん、うっすら NMB 時代、うん、かぶってないかも。うん、ありがたい。皆さん12月20日発売のヤングマガジンさんでなんか DVD がなんかいろんな本当に最近なんだろう、インプットする機会がすっごい多くて、自分がどんどんなんだろう変わってきたなって思います。やっぱ知らない方、やっぱさ知らん人多い、うん、何があのさっき言ってたヤンマガのさ、うん、12月20日 DVD のやつ入ってますみたいな、うん、多いですね、知らない方。ゆずも知ったんさ今日、うん、言えばでもね、やっぱ、うん、みんなあそうなのってなるから、うんうんうん、もう本当にもっといろんな人と話したいってめっちゃ思うし、視野も広がります。やっぱみんなと喋ってると、あ、ギブしたギブしたおもろ、もう無理。うん、かぼちゃ、私だけじゃなくていろんなグラビアしてる方と一緒に私が入ってます、うんうんうん、動画動いてるユズ見れるのいいね、きっと、うん、最近こう止まってるの多いし、オンショットで動画撮らないんですよ、全く。確かに撮ってよ忘れちゃうねん撮るの、うんうんうん、結局なんか私思うんですけど、うん、そのグラビアの写真を撮りに行くとき、うん、私を連れてってほしい。いやほんまに来てほしい、小尻マジで。私がカメラをやらせてほしい。ぜひ小島かりんさんにお願い、そうオフショットを担当、マネージャーとしてついてきてほしい。そうそうそう、本当にマネージャーさんプラス私連れてってくれたら、うん、オフショットだって、あの頑張ってめっちゃ撮るし、可愛いのいっぱい撮るし、動画もいっぱい撮るし、うん、やっぱりさメンバーが一番分かってるやんか。そうそう、自分のね、うん、なんだろう、自分も嫌なことは嫌じゃん、うんうん、いや、うん、で分かるやん、メンバーも。そう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 、だからねやっぱね大事よ、うん、いいでしょ、やってみたいんです。 ありがとう、ずっと雪降って最近本当にずっとあの雪の歌じゃなくてクリスマスソングを、うんうんうん、あのずっと聴いてるんですよ。アップルミュージック、うん、ある時ある、うん、に入ってるクリスマスソング、なんか王道クリスマスソングプレイリストみたいな、うんうん、もうシャッフルして聴いてます。絶対あるあるやん、バックナンバーさんのクリスマス、うん、ある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 、上の方にある王道。あれはあるやろ、泡展望のサンタクロース。ないないです。あれ急にさ、あわてんぼうのって流れてきたらちょっとそっとさ引く、ちょっと冷めるわ、急に。何が好き？君が好き。おお、うま、すごいアイドルコメントだね。え、私が好きなのはですね、ちょっとあんま分かんないんですよね、ちょっと歌の名前とかまでは聞いてるだけだからさ、勝手にあそういうこと、雰囲気楽しみたいだけだから。でも好きなのはあります。でも e-girls さんのクリスメリあ、うんうんうん、メリメリクリスマスみたいな感じ、うん、あれを聴きたくなる、すごく。あ、元気出るのやん。そうそう、なんか特別こう e-girls さんを聴いてるわけではないんです、うん、もう正直ね、その歌を聴いてる。そう、その曲だけはこのクリスマスの時期だとなんか聴きたくなる。歌ってあかんのか。そうそうなんよ。ててんてててててててバンされちゃう。ごちそうさまでした。マライア・キャリー、あ、ダンサブルでやってたって。だからか記憶ないんだけど、ダンサブルでやったことあるらしい。夢見てんじゃん
ダンサブルでやってるっていうファンの人がやってましたっけ。アリアナグランドやったかも。見下ろした、あ、なんかやったかも。マジで、だからめっちゃ知ってんだこの曲だけ。2年くらい前とかじゃん。そうだ、3年前とかだったの。わー、じゃあ覚えてない。だからですわ、だからですわ、忘れてた。全然覚えてない。はい、15分経ちました。バイバイ。わー、撮ってる。あ、そっか、うん、記憶なくした。ミキちゃん、ありがとうございます。全然記憶にない、あれだけ覚えてる。11位、元気くん、ありがとうございます。10位、のぶきちさん、シンデレラボーイ。9位、あさのさん、ありがとうございます。8位、なっちゃん、ありがとうございます。7位、ぐるぞうさん、ありがとう。ちょっと、似合わない、似合わない、合ってない、合ってない、身長と合ってないよ。静かにして、静かに。持ってる、ちゃちゃ、一番声でかい。持ってる子間違ってるよ。7位、ガルゾーさん、ありがとうございます。6位、ジュナって、ピアノボーイ、覚えてますよ。ありがとう、ちょっと見ますね、探します。4位、コニタさん、ありがとうございます。3位、アオゴーストさん、ありがとうございます。君にメリークリスマス。そして1位は、サラちゃん、ありがとうございます。ラッチがツリーみたい。皆さん、ありがとうございました、今日も。なんかこれ、ギフトごとにこう見れたら嬉しいですね。かわいい、誰かな、本当だ。もう、投げてくださった方を教えていただいてもいいですか。顔に雪が積もってる。そうなの。ありがとうございました。また見てください。まーちゃさん、かな。よいしょ、ありがとうございます。もう立ったん。うん、立った。まるちゃん、まるちゃんさんかな。ありがとうございます。皆さん、これタップ、なんかさ、ギフトタップしたらさ、投げてくれた人分かるってシステム良くない？え、めっちゃいい、それ分かりやすい。ちょっとそれでお願いしたい。お願いします。お願いします。あと教えてくれる皆さんもありがとうございます。まーちゃんさん、ありがとうございました。ありがとう。ではランキング発表します。13位からピロさん、ありがとうございます。12位、たくまさん、ありがとうございます。11位、マーボ、ありがとう。10位、はるちゃん、ありがとう。9位、さえちゃん、ありがとう。一応言ってくれてる。8位、ゆりりん、ありがとう。7位、ゆうかちゃん、ありがとう。6位、ひろきさん、ありがとう。5位、りょうたろくん、ありがとう。4位、あまーちゃん、ありがとうございます。3位、せりちゃん、ありがとう。2位、かりんちゃん、ありがとう。1位は、ななちゃんです。ありがとう。今日もリップ薄めでお送りしました。はい。塗ってない、ゆずも塗ってない。またね、皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。あ、揺らすな。バイバーイ。